はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はご紹介するのはね、はい、こちらです。はい、はい、いやー、珍しいですね、私にしては。はい、ソード仮面ライダー。はい、こちらのね、アークワンですね。こちらね、自分知らないんですけど、ちょっとまあコンビニで買ったんですけどね、コンビニ行った時になんかこのフォルムを見てめっちゃかっこいいじゃんと思って、何この仮面ライダーと思って、まあ、知らないんですけどね、いろいろあるみたいですね、ディケイドは聞いたことあるんですよね。まあでもこれゼロワンなのは知ってるんですけど、ゼロワンにこういう感じのやつがあるの知らなかったんですけどね。はい、でこれがめっちゃかっこいいなと思って、このなんかこう左右非対称っていうの結構好きなんですよ、なのでね、でこのブラックといい、自分の好きな要素が結構入ってんですよ。なのでね、ちょっと思わず衝動買いしてしまいました。はい、なのでね、ちょっとこれをね、開封してね、組み立てんのかな、で見ていきたいと思います。まあ、早速にも開けちゃいましょう、ここでね。はい、まあ、一応 くくりとしてはね、食玩ということなんでね。はい、はい、ガム、はい、で、こちらですね、まあ、こんな感じで入って、なんつってちゃんと買ってありますよ。はい、これね、ガンダムでもねこんなのありますからね。はい、知ってますよ。はい、危ない危ないこれだけじゃね、もうほんと首がないんでね。はい、でこういうアーマー部分とかもないんですよね。いやー、そんな引っかかるわけないでしょう。はい、これを開けちゃいましょう。はい、はい、こちらはこういう感じですね。はい、ではね、もう早速組み立てちゃいましょう。はい、はい、組み立て終わりました。いやー、結構ねシールとかも貼ったりして、結構まあ時間かかっちゃったかなはい、では見ていきましょう、こちら。はい、いや、なかなかどうしてかっこいいわ。まあほぼほぼね、シール貼るところが多いんですけどね、まあ、パーツはほぼほぼ胸、肩、あとはまあ、この変身ベルトもね、あれ普通にこうパーツだったらよかったんですけどね、これシールなんですよね。でも支柱がついてるのはいいですね、で、ここにもちゃんとシール、ステッカーでアークワンというね。で、手パーツがここら辺に刺せると。はい、こんな感じですね。
なんて言うんですかね、まあ、食玩って感じですよね。いやまあ感もなく不可もなくですよ、うん、まあでもどうなんだろうね、まあ、稼働するし、うん、まあこれ何歳、対象年齢何歳以上、対象年齢3歳以上なんだ。3歳以上でこれはちょっとハードル高いんじゃないかなと思うんだけど、まあもちろんね3歳で組み立てるわけじゃないと思うんですけどね、お父さんお母さんに組み立ててもらうとは思うんですけどね、うん、まあガシガシ遊ぶ分には何の問題もないですね。もうクオリティ高いと思います。はい、ただねそのほんとね純粋にクオリティを求めている大人が買うと、うん、物足んないかなっていう感じはしますね、うん、まあでもかっこいいですよね、うん、この白と黒のコントラストがいいよ。ではね、また回転台座に乗せてね、はい、お別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。